当チャンネル、ただのお絵かきチャンネルではございません。当然理由があります。当チャンネルが皆様の画力向上をサポートするための4つの秘訣。1つ目、オンラインお絵かき塾。2つ目、オンライン個別相談。3つ目、イラスト添削。4つ目、お役立ち動画。こういったね、大きい4つのコンテンツがございまして、そういったことで皆様の画力向上サポートさせていただいているという状況でございます。またですね、詳細は YouTube の概要欄、もしくは私 Twitter の固定ツイートをご参照いただければと思います。はい、ここで当チャンネルの要でございます、オンラインお絵かき塾について少し説明させていただきます。はい、私講師のタカでございますが、左下ご覧ください。私のプロフィールございまして、イラストレーターってありますが、主にゲーム系のイラストを描くゲームグラフィッカーとなります。そしてイラストの仕事はもちろん、講師としての仕事も実績がございまして、都内の某有名専門学校でデジタルイラストを教えております。またお絵描き講座パルミー様ですね、絵を描かれる方であれば一度は耳にしたことがあるんじゃないでしょうか、この名前。そこで私講座数ナンバーワンとなっております。ありがとうございます。またですね、ご企業様から依頼を受けまして、社会人向けのイラストセミナーの講師も行っております。こういった感じで講師としての実績も多数の私がですね、個人でオンラインお絵かき塾というものをさせていただいております。ここでお絵かき塾の2つの柱、はい、この2つの柱で行っております。それはこちら、課題制作&添削、そしてオリジナル作品の添削となっております。というところで、この2本の柱を踏まえてですね、こんな方におすすめと。1つ目、絵の勉強ってどこから手をつけていいのかわからない初心者の方とかね、はい、そういった方もご安心。なぜなら課題がね、レベル別課題となっておりますので、段階的にステップアップすることが可能でございます。2つ目、イラスト系の学校への進学を考えている方、実はですね、こういったイラスト系の学校に進学考えている方、入学前の準備がとにかく大事です。これはもうね、データがございます。入学までにどのくらい準備をしてきたか、はい、でもなかなかどこでじゃあその準備をしていいかわかんないってなるんですが、そういった時にもね、気楽に入学前の準備にご利用いただければと思います。3つ目、フリーランスのプロを目指しているという方、課題はもちろんですね、一通り基礎が終わった方もオリジナル作品添削がございます。そこでさらなるレベルアップをすることができる、より実践的なレベルアップ、画力アップを狙えるということがございます。ということで、2本の柱を持ってこういった方のお力になれたらと思って活動しております。ではですね、もう少し掘り下げていきましょう。お絵かき塾概要なんですけども、はい、課題難易度別の4コースございます。各コースごとに13の課題を用意しております。そして各課題のポイントは動画で完全解説しております。さらに、はい、ここ課題作品は配信で 100% 添削、全員の全課題を私が実際に見て添削します。そして、はい、その配信の時間に都合が合わない方、ご安心ください。アーカイブ残しておりますので、安心して時間に合わない、ご都合合わない方もご参加可能でございます。はい、そして配信で添削するため、オンラインだけど気軽に質問が可能、ここも大きいですね。そこでリアルタイムで直接コメントでご質問することも可能というところでございます。ここも大きな特徴の一つですね。
また課題の流れなんですが、まず動画のご視聴をしていただくと、そして課題を制作すると、それから課題を提出していただき、生添削ということでございます。そして合否がございます。つまり完全課題達成型となっておりまして、目標を持って確実にレベルアップすることが可能となっております。はい。そしてこちら簡単に、課題をまとめたものとなっております。初級、中級、上級、最上級と4つのレベルで分けておりまして、それぞれ13課題ございます。はい。ではですね、ここで少し課題の作例を見てみましょう。まあ人物の基本的な書き方からパース、背景、着彩と幅広いジャンルにわたって基本的なところを勉強していくというところとなっております。そしてさらにこちら、モチベーションアップポイント。絵を描き続けるのってなかなか大変ですよね。しかも一人で部屋でとなると、そんな方のためにご用意しました。モチベーションアップポイント1つ目、こちら、進捗表を使うことによって課題達成状況を一目で管理することができます。またこうやってね、マス目が一つずつ埋まっていくことで、あ、自分ここまで頑張ってきたんだなというね、達成感も得られやすくなっております。そして2つ目、各クラスの課題をコンプリートするともらえる記念品がございます。さらにこちら、メンバー用のディスコードグループもご用意しております。なので同じお絵描き仲間で集まって情報交換したり交流を深めるのもよしというところで、こういった感じでモチベーションアップ用のツールもご用意しております。ではですね、はい、最後に事務的な話をさせていただきますと、こちらご入塾方法はですね、 YouTube のチャンネルメンバーシップオンラインお絵描き塾にご登録いただければ OK です。そして料金なんですが、月額6000円となっております。こちらはですね、一般的な塾とかこう教育に関して言うとかなりお安い金額となっていると思います。3つ目、配信はですね、課題添削は毎週月金曜日夜8時から、そしてオリジナルの作品添削は毎週日曜日20時からとなっております。そしてね、ご入塾ご登録いただいた方はですね、必ず私の YouTube チャンネルのコミュニティと、こちらを必ずご覧ください。必要事項がいろいろ明記されております。そして課題提出なんですけども、ファイル名に課題クラス番号名前を明記の上、課題提出フォルダーっていうのがございますので、こちらにご提出ください。はい。ということで、この動画をねご覧になって、少しでも当チャンネルに興味が湧いた方、まずはチャンネル登録からしてみてはいかがでしょうか。それでは本動画ご視聴いただき誠にありがとうございました。